日本とモンゴルの関係では、日本とモンゴル国の二国間関係について述べる。日本とモンゴルは13世紀に起きた、モンゴル襲来により交流が始まったが、両国は20世紀後半まで正式な国交を結ぶことはなかった。モンゴル帝国は、高来制圧後、皇帝、クビライの移行もあり、日本列島への侵攻を計画した。クビライは1268年に、 複数の使節団を日本に送り込み、日本の王に対してモンゴル帝国に侵入することを求めた。この使節団が無視もしくは追い返されたことで、クビライは1274年10月に船900艘兵士2万人からなる軍隊を送り込み、津島海峡を通って津島へと侵攻を開始した。この最初の侵攻となった文の役ではと息を制圧して、 博多湾へと上陸して博多の町を焼き討ちしたが撤退途中には日本人が後に神風と呼んだ暴風雨の影響を受けて戦乱が崩壊するなど日本侵攻は散々な結果に終わったその後もクビライは日本侵攻を諦めず2回目の進行が行われた2回目の進行ではすでに襲来に備えて現行防類を築くなど周到な準備をしていた日本人は 新興軍に大きな打撃を与えた。結果として、クビライは1279年に征服を完了した、旧南層の戦団からなる、新たな戦団を組織、高来より提供された900層を超える軍船を、従え、兵力約15万、軍船約4400層からなる軍隊を日本へと送り込むこととなった。高来の戦団は、 旧南宋の艦隊が到着する以前の1281年5月に日本に到着し、南宋の戦団を待つことなく、博多で進行を開始したが、全くの失敗に終わった。その後、公安の役が開始された。旧南宋の戦団は、高来軍の進行が失敗に終わった後に到着し、同じく博多に進行したものの日本軍を征服することはできなかった。 全く成果を得られない中で8月15日に、文英の役と同様、神風と呼ばれる台風が来週、旧南総の戦団は散り散りになり、日本侵攻は失敗に終わった。現行後も日元貿易が継続していたが、元が民によって中国本土から追われると、両者の関係は途絶えることになる。日本が日清戦争に勝利し、 20世紀初頭に世界の一進行勢力となったことがきっかけとなって数世紀にわたりモンゴルを支配下に置いてきた清志が崩壊し1911年に外猛孤独立が起きるとボグドハーンによるモンゴルのボグドハーン政権は世界の様々な国に公式の国交樹立を求めて内務大臣を含む施設団を派遣した日本もこの中に含まれており 1913年に、ダーラム・ツェレンチ・メドを日本へと派遣、トグス・オチリンナ・ナムナンスレンに、大正天皇に対する国書を持たせたものの、いずれも失敗に終わった。やがて、1921年のモンゴル革命によって、ボグド・ハーン政権は、ソビエト連邦の影響下に置かれ、1924年には、社会主義国家として、外、モンゴルに、モンゴル人民共和国が建国された。 一方、中華民国領土に止められた内モンゴルは、日中戦争中には日本の占領下に置かれ、蒙古連盟自治政府や蒙古連合自治政府が設置された。また後に内モンゴル自治区東部となった東、モンゴル地域は日本支配下の満州国に組み入れられ、モンゴル族はご族共和で挙げられる一民族となった。 1939年のノモンハン事件と1945年のソ連対日産戦では、ソ連赤軍と連携したモンゴル人民軍が、日本軍と現行以来の戦火を交え、モンゴルは内モンゴル東部から西部まで、ほぼ占領して戦勝国となる。満州国のモンゴル族代表だったボヤン・マンダフ、ジョン・ジュルジャブ、カン・ジュルジャブ兄弟は、関東軍に従わず、ソムー連合軍に投降し、 蒙古連合自治政府のデムチュクドンロブとリシュシーンは中国の北京で中モ軍と離れ後にモンゴル人民共和国に逃れることとなった。日本の敗戦後にソ連に抑留された旧日本軍将兵にはモンゴル人民共和国で労役を課せられた者もいた。法人の引き上げが成功した内モンゴルに残留日本人はほとんどなかった上に内モンゴルを支配した中華人民共和国が 当時日本と国交を結ばなかったことで日本と内モンゴルの関係も途絶えた。第二次世界大戦以降、日本との関係は没交渉となったが、1961年にモンゴルが国際連盟に加入した際に事実上国家としての承認を行った。1972年2月19日、双方で外交関係の設定と大使級の外交代表の 交換に合意したとする共同コミュニケが発表され、同月中に国交が開かれた。1977年の経済協力協定において、ノモンハン事件の対日賠償請求を取り下げさせるために50億円を日本が無償増与し、ウランバートルにカシミヤ工場が作られた。 日本人抑留者の問題に象徴されるように1989年のモンゴル民主化運動まで冷戦の影響を引きずっていたが、宇野宗介外務大臣が1989年4月にモンゴルを要人として初訪問。1990年3月にドゥマーギー・ムソドノム首相による日本初訪問に続いて、1991年8月に、 海府都市機首相が公式訪問することとなった。これは、日東側諸国地域の首相初のモンゴル訪問となった。2004年11月に在モンゴル日本国大使館が実施した世論調査では、日本に親しみを感じると答えた回答が7割を超えたほか、最も親しくすべき国として第一位になるなど、現在のモンゴルは、 極めて良好な親日感情を有する国となっている。2007年には、ナンバリーン、エンフバヤル大統領の招待により交代し、ナルヒト新王がモンゴルを初訪問している。モンゴルでは1990年代以降、母国の産業発展に貢献しようと多くの若者が、日本の高等専門学校に留学した。その中には、 仙台電波工業高等専門学校を卒業し、文部科学省大臣になったロブサンニャムガントゥムルなどもいる。そのようなことからモンゴルで日本の高等専門学校教育を導入する機運が高まり、2009年には日本の高等専門学校関係者などがモンゴルに日本式高専を作る支援の会を設立、2014年にウランバートルに モンゴル科学技術大学附属高専、私立の新モンゴル高専、モンゴル工業技術大学附属高専が開校した。モンゴルの高等専門学校卒業生は日本企業に就職したり、日本の高等専門学校専攻科や日本の大学に留学する人もいる。近年、日本とモンゴルは関係強化の道筋を探っており、2008年、 トゥブケンへの新国際空港建設のため、国際協力銀行は288億円をモンゴル政府に対して融資した。建設は2012年に開始され、2020年開港の予定だったが、2019年、新型コロナウイルス感染症の流行により延期となった。新空港は首都から 60km の位置にあり、年間165万人の乗客を見込んでいる。 2011年時点における2国間の貿易額は以下のようになっている。日本への主要輸出品目は石炭やホタル石などの鉱物資源、繊維製品など日本からの主要輸出品目は自動車、建設、鉱山用機械となっている。また日本はモンゴルにとって中国、ロシア、アメリカに次ぐ4番目の主要輸入相手国となっている。 経済協力協定が1977年に、貿易協定が1990年に、投資保護協定が2001年に結ばれたものの、日本企業の視点解説数は2012年4月時点で、例社、駐在出張所が24社と少ない。しかし、投資をはじめとする、経済協力を容易にするための日本、モンゴル経済連携協定交渉が2012年6月と12月に、 継続して開催され、2015年1月15日、署名、2016年6月7日に協定発行となった。2019年時点で在日モンゴル人は1987名人、在モンゴル日本人は552人となっている。日本の国技である相撲分野において1990年代以降、元小結びの極集山登る。 元関脇の極点法価値を皮切りに、モンゴル人力士が多数来日して活躍するようになり、2021年7月末までに、朝昌龍名徳、白鳳賞、春間士公平、鶴流緑三郎、照ノ富士春男の御横綱を輩出している。なお、白鳳の父であるジグジドムンフバトは1964年、東京オリンピックにレスリング選手として出場している。 同じ日本の国技である柔道も相撲同様、モンゴル国内では盛んに行われている。ボクシングでは、ラクバシンが1999年に、東京で、畑山隆則を破り、モンゴル初の世界チャンピオンとなり、その後日本のジムに所属した時期もあった。陸上競技では、セルオド・バトーチルが、日本の実業団に所属し、豊富読売マラソンで3度優勝、2014年の、 福岡国際マラソンでマラソン自己ベスト記録をマークした。大阪で開かれた2001年党アジア競技大会のバスケットボールではゼレンジャンからシャラブジャムツが得点王となった。2021年よりサッカーモンゴル国代表監督にマセシュイチが就任している。ニャミンルブサンチュルテムソノムドルジーンダンバダルジャー、デンゼンギーンツェレンドンドブブヤンティーンダシツェレンダラミーン。 ヨンドンバダムオチリーン、ドルジンツェレンソドブジャムツフレルバータルザンババトジャルガル、レンツェンドギーギインジングジットソドブジャムツフレルバータル、ダンバダルジャーバッチジャルガル。ありがとうございます。